トゲなしトゲあり誕生でも問題多し。ガールズバンドクライ第7話の反応集&感想どうぞ。和田新川先かっこ仮だったわ。そのバンド名でタオルを作ってしまったか。仮のバンド名でグッズ作るとか行動力化け物すぎ。そんなグッズはどうかと思う。結束バンドの T シャツみたい。新川先 T シャツとタオル絶対グッズ出るやろ。欲しい T シャツがどんどん増えていく。新川先って悪くない名前だと思うのですが、諸事情があるんでしょうね。今の歌なら買うぞ。有名になるまで不良在庫じゃん。めっちゃ人気ある。ルカちゃんのチェキ売ってくれ。一人だけモテモテですね。ルカさん近いよ。接近イベントええな。金を稼ぐためにチェキ会をする、自然なことかもしれん。ファンができるってことはそれなりにライブやってんのかな。自分の推してるバンドのメンバーと写真撮れたら嬉しいよな。吉野家店員の時もオーラで見バレするのでは。ニッコニッコじゃん。桃香さん、開幕はすっきりしてる。どこの地下アイドルだよ。音ゲー化する気満々オープニング。アニクラとかで流れたらエグい盛り上がりしそう。オープニング怒りりしか感じませんが、美少女フィギュアとは思えない全身みなぎる怒り。いよいよあのバンド名誕生会か。長野遠征。長野の諏訪ロックハーツか。諏訪にそんな場所あったっけ。牛丼ちゃんかわいい。みなは挑発にすぐ乗る。やっとバンド名決めるんか。まだ答えが返ってこないか。急にヘビやめろ。つぶらな瞳なヘビだ。バトル大好きルパさん。上原歩以来の包丁キャラたまらん。引き出したい桃花の本音。まあ大体火種はニナだしな。本音を言わないと何も伝わらないって言ったのは桃花なのにな。こいついつもいきなりキレるな。ラブライブ構図きた。ひょっこりスバル可愛すぎんか。今日のスバルの表情か見ってるな。テヘペリンコやん。テヘペロ可愛い。バンドの名前が決まらない。新川崎って名前に難色示してるけど、紅生姜も大概では。ともとに名は馬が合わなさそうだが、どうなっていくのか。は、なんて。何言ってるのかわからない。チョコレート、ウンディーネ、ドリームガール、どれもあれだな。ドリームガールしか聞こえなかった。ネーミングセンスよ。恥ずかしいバンド名選手権。名前つけるのって難しいよね。もうファイアーボンバーとかワルキューレでええやろ。なぜ歌詞とかけ離れたバンド名ばかり出てくるのか。桃花にずっとムカついてるの笑う。ニナのお姉ちゃん。ここでお姉ちゃん登場か。姉もなかなかなありな感じするな。どんどんドーナツドーンと行こう。ミスティックドーナツなんか強そう。変なバイト、イニシン。何この衣装は、当然。ロック、不登校。ニナはどんな衣装着ててもロックですわ。これで親にバンドやってるのがバレるのか。お姉ちゃん、理解ありそうだけど。姉ちゃん思ったり強キャラだな。お姉さんとは仲いいんだ、安心した。やっぱり成績落ちて休んでるのか。勉強は犠牲になったのだ。予備校から連絡来るレベルで授業を受けてないのか。そりゃ不登校するなら予備校も家に連絡するわ。東京出て予備校行くとか遊べと言ってるようなもんだからな。お姉ちゃんの膝枕開けたい。お姉ちゃんには素直なんや。狂犬に名をいともたやすくて名付ける姉の今日キャラ感凄まじいな。なんかちょっとお前久美子さんのお姉ちゃんに雰囲気が似てる気がする。カリスマ教師なのか親父。親が問題でいじめの話が不問になったのか。予想以上にニナの家庭環境が複雑だった。主人公なかなかのルーデウス属性だな。桃花さんの運転以下ほど。マニュアル車だ。この世界は AT 免許はありません。おいおいミッション免許持ってんのか。マニュアルミッションでその言動は怖い。ハイエース発進ならず。なるほど、そりゃユーストするわ。ペーパーにマニュアルはきつい。ルカちゃん、もうエーストするの楽しみにしてるじゃん。ニコニコのルカがたまに怖いんだが。やはり運転はルカさんか。マニュアル運転できるのか。何でもできるのね、この子。
だからルパナニモノなんだよ。完璧超人かこいつ。ルパちゃん入ってからギスリが軽減してるの。友達少ないコンプしててくさ。2問目で答えにたどり着く正論モンスター。このアニメ今日から私は友達が少ないにしよう。夜の運転の空気感すごい出てる。こいつらもう仲良しやん。友は車酔いする子なのね。中指の代わりに小指。もう小指を突き立てるのがバンド内のある種の取り決めになってきたな。手前のタントとマッチもめっちゃリアル。学生集団に入ってくのは嫌だよね。修学旅行生の描写が生々しいな。神言水山梨かな。ここで共にフォーカス。ともちゃんの悲しき過去。窓の外に階層を映す演出好き。こいつら交尾したんだ。オッフ、嫌な現場見ちゃったか。最悪じゃん。エビ塚家大荒れやんけ。まあ親のあれは見るのきついよね。娘が帰ってくる家でそんなことすんなよ。ともちゃんの家庭もめっちゃ複雑やな。ともとニナでは境遇が違いすぎる。ともちゃんはそのまま東横キッズに落ちなくてよかった。ルパさん、家族亡くなったのか。一気に二人の情報が出たな。さらっとルパ友の事情ぶっ込まれて感情がおかしくなったわ。バックグラウンドがきつい。やったぜ、記念撮影だ。全員経歴がロックすぎる。ニナだけ本当に逃げるためだけに上京してるから覚悟が違いすぎる。黙れ。これが5人で撮った最後の写真になるとは思いもしなかった。なんちゅう寝方。車中泊はバンドツアーあるあるなんだろうな。節約で女の子5人車中泊か。大変だな。売り出し中のガールズバンド。ここをキャンプ地とする。バンドで移動あるある。着くのが朝早すぎて時間を持て余す。不審者かそうでないかわかんないので急にコンコンしないで。駐車場の管理人かと思った。首曲がってる。寝違えたスバルはロタ。みゆきち来た。沢城みゆきの女性シンガーだ。沢城さんとはベテラン来たな。桃、それダイヤモンドダストの前の名前か。急に歌ってんじゃねえ。え、さらっと素敵ソングぶっこんできた。沢城みゆきさんをちょい役で使う贅沢さ。しかも歌付きだと贅沢がすぎる。これみゆき違う歌ってんのか。うまいな。桃香さんのバンドやるきっかけか。最後のライブ発言きた。何言ってるんだ。おいおい急展開すぎる。桃香、嘘だよな。お前消えるのか。この桃香は偽物だ。食べられないよ。線の入ってるところが。秘宝、桃香さん、音楽性の違いで脱退へ。本当にそれでいいのか。完全に自信を喪失してる。またはぐらかそうとする。酒飲まずにはいられない。すっかり出来上がっちまってる。潰すの好きなのかよ。酒が飲める組と飲めない組に分かれてたのか。スバルちゃんくねくねすな。この 3D でこんなくねくね作画やるのすごいな。スバルは本当に空気読む。そしてうざい扱い。スバルちゃん器用なんだか不器用なんだか。ツッコミとしていいキャラすぎるだろ。進行を捨てるまで続くのだ。3度目の正直って言葉もあるし。好きなものこそ額を裏切られた時の傷は大きい。桃香さんにとっての音楽とニナにとっての音楽全然違うんだな。ルパさんなんだその動き。ルパさん手伝わないな。にゃんにゃんしてるルパさん可愛すぎか。全く潰れていないルパさん草。ニナは昔の桃香の片鱗が知れる相手にはガンガン絡む。夢追い人ロックすぎるぜ。やりたいことを仕事にするってのは本当に大変なことだよな。めっちゃスワじゃん。これは聖地巡礼がはかどりそうだな。オープニングのピアノバージョン好きすぎる。どこから顔出してんだ。もうめちゃくちゃ酔っ払って。桃香を持ち帰りされやすいタイプやろ。こいついつも潰れてんな。桃香さんが面倒くさい子に。桃香をこれって言うな。まあ酔っ払いの指示語はこれで合っているもんな。ここ、タマコラブストーリー。スーパースターに来て急に一人で走り出したかのんちゃん思い出したよ花田先生。花火来た。
諏訪湖で花火大会やったの。夏場は毎晩花火やってるからね。諏訪湖沿いの公園だったか。どういうつもりだその小指。トゲなしトゲありきた。面白 T シャツからパクった。そんな名前の決め方なのか。後で商標権で怒られるパターンでは。背中からトゲトゲ出るからかと思ったら、まさかの名探偵コナンシステム。な偶然だねとか思うわけねえだろ。そんなわけあるか。そんな名前の付け方あるか。こんな由来で本当にいいんですかバンド名。観客着てた服のフレーズでバンド名決めた。ロック。好きあらば自分語り。やや引っ込み思案の普通の女の子ができる MC じゃねえんだよな。ルパさん、ケツ振りやめろ。ルパのケツで倒されたい。ルパに尻ドンされたい人生だった。知らないバンドのポエム聞かされても困るよね。いやいや俺はニナの自分語りが聞きたいんだが。スバルのカウント好き。ライブ来た。ここでデビュー曲来るんだ。キララジャンク。 MV で見たやつだ。めっちゃかっけー。名もなき何もかもいい曲だ。ギャラリーの動きめっちゃリアルだな。完全に実写オーディエンス。ファーストシングル曲を繰り出すの、ラブライブと同じやり方だ。配信済みの曲と思ったらトゲ散らかして差をつけるの好き。イカれたメンバーを紹介するぜ。ニナちゃん、予備校やめるってよ。今度は予備校をやめるのか。客の前で何言ってんのこの人。ああもうめちゃくちゃだよ。不登校からさらに予備校もやめるとは。予備校の費用めっちゃ高いのに。この場面この状況で自ら退路をぶったつにな。7話のストーリー度等すぎるだろう。ゴイステのタイトル来ました。ダイダスと退治。凄まじい回だったわ。前はハードルを上げて前は軽く超えてくる。トゲの演出と 3D 作が全てがこのためにあったって感じだったわ。基本トゲなしトゲあり。結束バンドよりネーミングが適当だった。メンバーに相談なしにひでえよな。バンドアニメ一適当な決め方かもしれん。予備校中隊とかいうモンスターが生まれた瞬間だった。夢のために何かを捨てるという選択を取るのはすげえ紳士的だと思うし、その選択に至るまでのエピソードも綺麗でいいな。トゲなしトゲありメンバーの家庭環境不効率高すぎ問題。問題が山積みだな。5人中進路問題抱えてるのが2人、脱退希望が1人。あかん。現実見たい人と夢追いかけたい人の衝突。結局揉めてるのって根本的にはこの2人なんだよな。桃香さんもうダメだな。ずっと引いたままだし哀愁大出すにやっちゃうし全部壊れそう。桃香さんが抜けるって言ったのは何なの。過去のイメージか何かだったの。自分の曲じゃプロとしてやっていけない。クオリティが低いってさ。 CV 差は白のキャラ。何かに似てて騎士感感じると思ったらアンジェラ・アキだった。ガールズバンドくらい第7話視聴させていただきました。いや面白すぎる。今期オリアニどころか今期アニメの中でも結構上位に食い込むくらいガルクラワールドにハマってます。今回とかもう怒涛の展開で感情のジェットコースターでした。問題が次々出てくるやん。まず桃香さんですが、この人存外めんどくさいな。初期の頃はかっけえアウトローって感じだったのに、回を増すごとにどんどんこじらせていってますわ。ニナと違う意味のネトネトっとしためんどくささっていいか。そもそもライブ本番前にバンドやめるとかやる気をそぐようなこと言わなくていいじゃん。ライブ終わってから言えよ。もっと言えば桃香がニナやスバルを誘ったくせにやめるって自分勝手すぎない。お前が始めた物語だろってツッコミが100万人はいたでしょう。最後のライブとか行った瞬間、私も見ててはって思いました。ここの切ったような演出がゾクッとしたわ。そしてニナですが、アンジェラ・アキ風の CV 沢城みゆきお姉さんに感化されたのかついに予備校を辞めるって言ってしまいました。正直ここはお姉ちゃんが現れて家を出るんぬんな時からちょっと予想はしてました。でもまさかライブ終わりに客の前で言うとは思わなかったが、客からしたら本当何言ってんのこいつですよね。有名バンドならまだしも、まだ無名なバンドのプライベートの一大決断言われても、なんかここの流れがノリと勢いって感じがしてるって感想もちらほらありましたが、排水の陣的なポジションに立つってのは嫌いじゃないです。ただまあニナの場合、あのカリスマ教師親父の問題があるし、金の問題もあるから一筋縄ではいかないけど、
まあある意味桃香に対して当てつけとも取れる態度に移るのは仕方ないですね。その答えを知るのは来週だ。あと新メンバーのともちゃん、親不倫現場見ちゃったって境遇としては一番きつくない。まあ見て見ぬふりをすればよかったのかもだが、と思ったらさらっと友の口から出たルパの境遇のが重かった。その両親すらすでに他界していないとはな。そんな背景持ちながらあんないつもニコニコしてるのはメンタルが強いだけなのか、それとも闇を抱えてるのか。正直可愛いし胸がでかいからソラーチェキ集まるし一番人気だわってなるけど、あの笑顔が怖いのよね。切れたら一番やばいパターンかも。しかしこうやってみるとこの面々は居場所のない子ばかりが集まってるのね。なんかペルソナ5を思い出してしまった。スバルがまだ全然マシなのかな。この中じゃまだおばば問題はなあなあで解決してないけども、そういや現役 JK で一番年下になるのか。トゲナシトゲアリという世界一適当につけた名前からのライブシーンは今回もすごかったです。新バンド誕生からの最初の曲ですよね。ということでめちゃくちゃ面白かった今回ですが、次回はさらにこじれそうな絵がいっぱいあったな。楽しみすぎる。しかし1クールで本当終わるんでしょうか。折り返し越えても問題山積みで終わる気がしないんだけど、大ダストの圧力もあるし。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。君と私との約束です。